あじいよ。あずいよ。朝が今朝から撮ってるんだけど、ちょっともう書がひどいというわけで、どうもタクタクです。挨拶やっていきましょう。ロードゲーム、まあ、このねホラーゲームって涼しくなりたいところだ。いくぜ。前回は、あ、そうなんか絵の中に入り、あ、ここからでもいけ、うおー、絵の予感がする。絵の中に入って光る石を取りに行こう的なことね。大丈夫？え、絶対大丈夫じゃない雰囲気。ノコギリを手に入れた。大丈夫かな。大丈夫？出よう。怖っ。どうした？大丈夫？ここは？あ、いける。あ、牛さん。俺ね、牛さん好きなんですよ。結構ね、見てると和みますよ。まあ、女の子いるな。牧場の娘。はあ、どうした？ほんと退屈。都会に行きたいの。そういうことではない。こう言って。ほうほう。牧者。まあ、あれ？喋ってる。もうはリタイアしたもうなんだもん。もうはお乳を出す必要がないから毎日のんびり暮らしているもん。本当は毎朝もうを連れていくお迎えの車の音に怯えているもん。大体は関係のない車の音だもん。命あることに感謝だもん。少しでも長く生きるにはどうしたらいいかもうは考えたもん。肉付きがいいと早くお迎えが来るもん。だからダイエットして体重調整をしてるもん。だけど食事を残すと病気だと思われてこれはこれでまずいもん。もうの食べる干し草は量が多くてとてもじゃないけどそのままじゃ隠すこともできないもん。そこでもうはある方法を生み出したもん。これがこれだもん。あ、違う、それがこれだもん。干し草ブロックを手に入れた。お？マインクラフト？それはモーが残した干し草を凝縮したものだもん。すごく小さくなってるけど干し草の栄養がぎっしり詰まっているもん。これで隠し場所には困らないもん。せっかくだからお前にやるもん。感謝しろもん。え、あ、待てよ。干し草ブロック、これを使って高いものを取れるようになるとか登れるようになるとかっていうことか。わからんが、もうちょっとこの牧場を見るだもん。見るだもん。ここから来たんだよね。ここから来て。まあでもあれですからね、お乳を出さなかったお馬さんは処分されちゃうらしいですからね。経費がかかるからっていう理由かはわからないけど。はあ、よし、いろいろ考えさせられた絵の中だった。さあ、これを持って一回整備しようかね。いつ何時やられるか分かりませんからね。これを持って、ああ、お前かと。扉絵には使い道があるらしい。あ、これか、まさか。あ、ほら来た、扉に入る。ほっ、何これ、うわ、は、赤いカーペット。ほうほうほう。は、待って、入ります。どこ、なんて書いてる。 L1 招き猫、こんにちは。確か外国の猫の置物ね。え、暗闇の道化師、これ違うよね。なんかここに何かがあったっていう雰囲気がある。これは何だろう。雪林、雪林。お、これは怪しいぞ。これで行くのかもしれない。干し草ブロックが関係、あ、裏側に来れた。なるほど、これで上の方に登っていって、絵があればいける。あ、小屋、なんだろう、
入ってみようか。あれ、なんかどっかで見たような格好したのがいるけど、モンチーくん。お前ら誰フガ。モンチーくん、私たちのこと忘れちゃったの。悪いけどフガに猿の知り合いはいない。フガ、イエキチ、イエティ、それにフガの名前はイエキチだ。フガ、猿って私たちのこと。失礼ね、私たちは人間よ。人間、食べたことも聞いたこともないフガ。ところでお前ら一体ここに何しに来たフガ。お前見るからにこの辺ね、この辺の土地に詳しそうだな。もちろんフガ、フガはこの山で生まれて育ったんだ。フガ、雪山の山頂まで案内してくれないか。この山はちょい危険な山なんだ。フガ、天気は常に吹雪、正確な道順で進まないとすぐに迷ってしまう。フガ、そうか、じゃあよろしく頼むよ。かき氷。え、フガはかき氷が食べたい。フガ、かき氷って要はただの氷だよな。外に出ればいくらでもあるじゃないか。好きなだけ食ってこいよ。フガー、お前にん？お話？お話にならない。フガー、ただの氷じゃダメなんだ。フガー、自然の恵み、この雪山の澄んだ湖から取れる最高の氷が必要不可欠。フガー、さらにそれにかける甘い果物の蜜と濃厚な練乳、この3つが揃って初めてこの雪山名物のかき氷が完成するんだ。フガー、分かったフガ、分かったら早めに行動に移るのが得。フガ、ちょっとルーシー、仕方ない、ここが言うことを聞いて早くこいつの指定するかき氷を持ってこよう。そうね、それにしても交渉のうまいやつだ。さすがにモンチーよりも利口そうなだけはある。フガフガ、なんかとりあえずノコギリはこのためのものかな。骨などの硬いもの、氷とかもノコギリで切ってるのをなんか見たことがあるぞ。これはキノコ？それは山小屋名物家キノコだ。フガ、ふーん、結構いい香りがするじゃない。ああ、セーブして。フガ、ここは暖炉ね。他はないかな。ないわね。よし、とりあえず何をするかっていうのは俺の中ではもうできているんですが、まずはかき氷のための氷を調達してみましょう。おそらくですね、あ、こいつ暗闇の、じゃ闇夜の道化師っていう名前だったんだ。やっぱりこいつのためにジミー、どうやら俺はここの作品だったらしい。俺に知らない情報があったなんて。これ持ってけ。6番ボール手に入れた。湖の氷は人間の骨より硬いらしい。やっぱりそういうことでしょ。さあ湖に行こう。これでいい？はいはい。なに？やばい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 ！逃げるぞ！どこに逃げればいいかわからないけど。うわ、やばい！やばい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 ！もう一ポイントが、あれ？あれ？あ、大丈夫。大丈夫だ。あ、怖かった。いなかったね。急に出てくるんだもん。あれ？雪だるまだわ。こんなのいた？いなかったはず。で、湖に行こう。ここでしょ、多分。ここに、ノコギリを使えば。氷を切り出すわよ。早いところ終わらせちまおう。オッケー。ふう、結構疲れるな。ノコギリも邪魔だから捨てましょう。ノコギリを捨てた。はい。とりあえず氷はゲットした。まあ、練乳についてはおそらくは、おそらくは、あれ？蓄音機だわ。あれだよね、牧場だよね、多分ね。牧場はどうやって行ったんだっけ、私。どうやって行きましたっけ。ここではないな。ここではなかった。てれんてれんてんてんてん。さっきのは何だったんだろうな。あれ、どうやって言ったっけ。ああ、バカか。こっちよ。ここ。で、多分、この女の子に話しかけると。ここにいる牛って全部あなたなの？そうだけど。よかったら練乳分けてくれないかしら。練乳？めんどくさいな。ああ、じゃあミルクを集めるの手伝ってよ。そしたら練乳あげてもいいわ。お、ミルクタンク。え、ちょっと。よろしく。牛さんに。
もうミルクを集めるのかも。あんたも好きだもん、本当にもう。はい、ミルクを手に入れた。もうの鳴き声にも様々な意味があるんだもん。まずはもう、これはこんにちはとかよろしくを意味するんだもん。次にもう、これは良いてわからん。違いが、月が綺麗ですなんていう複雑な文を表す言葉だもん。喧嘩の時に使う言葉もあるもん。もう、これは何を言ってんだとか文句あるかって意味だもん。そしてもう、これはホルモンを引きずり出すぞとか、てっちゃんに前足突っ込んでつらみ震わすぞって意味なんだもん。観光総裁で使える便利な言葉もって聞いてるもん。何言ってんだもん。全然足りない。もっと集めろと。いっぱい集めるんだもん。この辺は、60キロ。そんなに食べるの？まあ、この辺はもう読んでいたらキリがなさそうなので、はいはいはい。もう各自読んでね。うん。銃は牙、うん。銃は剣よりも強し。どっかで聞いたことない。ポルナレフとミルクを集めているのかも。はい。絶対ジョジョ好きだな。これ全員に話しかけなきゃダメな感じか。なんだこの苦行だよ、苦行。モー君たちに話しかけなきゃ。はいはいはい。気になる人は止めて読んでね、止めて。どんだけ。ね、マジで何て言ったの。今ちょっとちゃんと読んでおけばよかったって後悔している。こっちは？あれ？もういっぱいなのかな、これは。もういいのかも？やった、練乳。問題はフルーツなんだよな。あ、思い出した。常夏の何？お、やばい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 。は？いたよね、今ね。一瞬いたよね、今ね。あれ？いたよな。焦らせやがって。なんかそういえばさ、50ルピーとかでなんか、売ってくれる人いたよね。そっちに行けばいいんじゃない？ここ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 ！こう来て、ここね、ここね。これじゃね？ほら、果物の蜜。果物の蜜くれ。50ルピー。その悪いんだけど、ルピーはないのよ。へい、うちは冷やかしお断りね。お金持ってないなら、お客さんじゃないよ。確かに金はないが、何か代わりになるものとかはないか。物々交換じゃダメかな。困ったね。あ、そうだ、氷持ってくれば。蜂蜜、じゃ、果物の蜜あげるよ。氷すごい効いちゃうね。喉から手が出るほど欲しい。って、もしかしてそれ氷ね。全部はやれないけど少しなら。へい、十分だよ。じゃあ約束の果物の蜜あげるよ。やったぜ。めでありがとうね。売り切れたっぽい。もう帰っちゃうよ。よし、これでね、なんだっけ、エテキチだっけ。エテキチじゃねえよ。なんだっけ、名前がど忘れしましたね。なんだっけ、名前なんだっけな。名前が出てこない。名前が出てこない。なんとか基地、家基地か。家基地がね、うん。あれ？いる？あら、あんた、私なんだかわからないけど、気づいたらここにいたの。牛もいないし、正直せいせいするわ。自由になれたの、きっと神様のおかげね。ここから行けますけど、まあいいや。よし、行くぞ。エテ基地に私に行くぞ。エテ基地じゃないんだから。家基地に渡そう。こう来て、こう行って、はい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 。かき氷を持ってきたよ。これでどうだい？持ってきたよが。ふが、これはまさしく雪山名物かき氷だふが。どうぞお納めください。うめえ、ふが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 。ふう、じゃあ約束通り案内するふが。運動がてら先に行って待ってるふがよ。行って！何すんねん！
痛いじゃないのよ。あいつなんなんマジで。持ち帰る。よし、持ち帰っとこ。いいのかな、持ち帰っちゃって。こっちかな、こっちでいいのかな。ついてくるフガ、ひどい吹雪だ。ちょっと待って、そっちじゃねえフガ。あ、これちゃんとこの通り行かないとダメってこと。あ、そういうこと。え、むず。あ、違う、いやいや、こんな早かったらちょっと無理、無理フガよ。無理だよ。いやいや、無理無理無理。いや無理だってば、できんって。いやえ、こんな無理じゃねえ。ちょちょちょ、いやいやいや、ちょっとずれるんだってこれ、超むずい。あ、ゆっくり、そうそうそう、ゆっくり行ってくれないと無理だよ。はいはい、ちょっと喋れないわこれ。集中集中。はい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 。何それ、回ってくる意味あった。ちょっとここでミスりたくない、ここでミスりたくない。ちょっと、いやー、もうイライラする。ちょっと頼むよ、イライラ棒みたい。やめて、ちょっと怖い怖い怖い。あー、待って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 。あーいやコントローラーぶち壊してちょっと、ちょっと待って、これむずいから本当に。はいはいはい。いや、こんなよく作ったな。うん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 。ちょっと早く早く。どこ、あ、ここ帰宅がね。どうした、ふぎゃー、やばい、家吉、なにこれ、入って。あ、よかった、オブジェに飛び移ろう。飛び移って粉々になっちゃう、危ないところだったな。この石ね、光石を手に入れた。どうした、大丈夫、逃げる逃げる、ゲー、すごい勝手に動いてるよ。家吉やられちゃったしさ。あ、扉の絵を手に入れた。え、勝手に動いてるよずっと。ルシー、どこへ行くんだい。え、取り付いたように勝手に動いている。ん、ああ、モンチー君、ふがふが。ルシー、一体どうしたんだ、ふがふがふが。どこ行く、どこ行くの。え、取り付かれたように移動している。あ、デーモン、ママの家、ママの家、アトリエ。どうした、タルダ、何があったの。エミリー、はいはいはい、クレメンタイン、お母さんと娘。あの、お母様、ベッキーはどうしたのですか。帰った。そんな急に。ケンは旅行に行った。お父様は仕事でしょ。クレメンタイン、お前を見送ったじゃない。そうでしたわ。エミリー、怖。エリオットに餌をあげてきます。行けばいいの。お母さん、怖。どうすればいい。ベッキーは本当に帰ってしまったのかしら。いいえ、多分家に、あの、井戸に投げ込まれてます。何か置き手紙でもないのかしら。ベッキーの部屋を見に行ってみましょう。ここどこ、ここどこ、ここどこ、ここベッキーの家、部屋。あ、ベッキーの日記かしら。はい、な、毎日書いてたのね。あ、少し前から止まってる。起床することについても特に書いてないわ。となるとケンも心配ね。ちょっと待って、こっちか。影かかってるわ。ここ影かかってる。この部屋の鍵を持ってるのはお父様だけだから、お父様はきっと大丈夫ね。本当に仕事に、仕事なんだわ。ここが階段でしょ、多分。
え、電話？出たよ。もしもし。どうした？なんか出てるよ、ペロペロ。ペロペロされてるよ。なんでペロペロされた？キッチンに行けば、ケンのことがないかわかるかしら。ここでしょ。いない。鍋ね。これだ！ちょっくら旅行に行ってきます、ケン。あ、本当に行ったんだ。本当に行ったんだ。そろそろエリオットに餌をあげないと。エリオットはバルコニーにいるかしら。エリオットに。エリオットはいるかしら。はい。うわ、雨。ひどい雨ね。いや、ここにはいないでしょ、さすがに。エリオット？いないよね。お、日記書いてる。ベッキーはどこ？エリオットもいなくなってしまった。パースニップ、あなたは一体どこに？なんか電話で生きるみたいなこと言ってたじゃん。あ、開いたよ。誰？ルーシー。デーモンが。デーモン、どうしたの？やっと思い出したよ。僕はあの時死んだんだ。そんなの分かってるわよ。やっぱり幽霊なんでしょ。ああ、でも同時に自分がなぜここにいるのかも分かった。自分は何者か思い出したの？僕はここでなんとかをやっていた。これちょっと調べとけばよかった。しかしある日事故で両足、うん、その後しばらくこの屋敷で面倒を見てもらっていたが、自分で死ぬ決意を。そうだったの。ところで君はここで気を失っていたのか。まるで何かに操られてるかのように無心に歩いてしまったけど。そうなの。この体を私じゃない別の誰かが動かしているような、そんな感じが。もしそうだとしても、きっとその誰かは君を導こうとしているんだ。おそらくこの部屋に何かあるんだ。この部屋に秘密が。ここに貼ればいいんでしょ。でもちょっとセーブがしたいタクタクさんだよ。何かあるはず。まあやるしかないでしょ。ここで扉の絵を使い、扉に入る。こんな場所に部屋が。誰かいる？あ、クレメンタイン。誰？デーモン、お嬢様。知り合いなの？ルーシー、彼女がクレメンタインだよ。日記を書いたのは彼女だ。この人がクレメンタイン？デーモン、どうしてここに？でも、あなたに会うことは、やっぱり私は死んでいるのね。会うということはね。お嬢様、まさか僕がいなくなった後にあんなことになっていたなんて。あんなこと？新聞を見たんです。あなたが行方不明になったという記事を。その新聞記事って、本題はメイドが殺されたって内容のやつよね。殺された？ルーシー。やっぱり、あの時すでにベッキーは、実はその加害者は奥様なんです。おそらく お嬢様を殺したのも。それは違うわ、デーモン。確かにベッキーに手をかけてしまったのはお母様かもしれないけど、お母様をそうさせる前に追い詰めた何かがいるのよ。何かって何ですか、お嬢様。それは私もよくわからないけど。でもあなたたちも私のところまで来たぐらいですもの。この家がおかしいって感じなかったかしら。まあ普通ではないですか。ちょっとさっきから私抜きでずっと喋ってるけど、ここは私の家よ。あら、ごめんなさい。挨拶が遅れたわね。私はクレメンタインよ。よろしくね。ルーシー・フォスターよ。ルーシー、あなたがデーモンをここに連れてきてくれたのね。別に連れてきたわけじゃ。ルーシーの不思議な力でここまで導かれたんだ。不思議な力。ルーシー、あなたはいつからここに住んでるの？生まれた時からよ。デーモン、昔私に似たような力があるってことを話したのを覚えているかしら。ええ、確か危険を察知する予知能力みたいなものがあるって。それで一回死んだかのように見えたけど、あれはそれをかわすための能力だったのか。そうなの。私もここで生まれ育って幼い頃からその不思議な力を自覚していたわ。私の両親にはそういうものはなかったみたいだけど、そういえば絵の中に入れたのももしかしてママの力なのかもしれないわ。でもなんで土地が関係するの？あなたのその力ってこの家から離れると急に弱くなるでしょ。そういえば私はただ単に体調が悪いだけだと思っていたけど、遠くに出かけたりした時は不思議と何も起こらないわ。やっぱりこの家か、またはこの土地が影響しているんだわ。
そしてその影響はこの土地にいるのが長ければ長いほど強く、個人差もあるとは思うけど、子供の時から受けている方がより強い力が生まれるんだわ。でもその関係性が一体どういう、すいません、どうしたというんですか。つまりそれだけ強い影響を与える何かがいるのよ、ここには。その影響はいいことだけじゃないわ、きっとお母様は。ところでさっき予知能力があるとか言ってたわよね。ならどうしてそんなことになるのを予知できなかったの。予知といっても本当に、目の前の危険を避けるだけのものなのよ。死んだから幽霊になったんじゃないのかしら。それも回避できなかったの。それはわからないけど、そもそもあなたはどうしてここにいるの。いつから。それが気づいたらここにいて、それからずっと。なら出たらいいじゃない。幽霊ならできるでしょ。壁ぐらいすり抜けたりとか。試してみようと思ったけど、なぜか怖くてここから出ようとすると震えが止まらないの。とにかくそんな悪霊か神みたいなものがいるんですね。あ、そういえばあなた喋るネズミを見なかったかしら。喋るネズミ、何それ。もしかしたら今はただのネズミを装っているかもしれないけど、とにかく何でもいいからネズミを見なかった。いや、ネズミは特に。そう、昔パースニップにもらった通信機があれば。パースニップ、ネズミの名前よ。私に通信機をくれたの。見てないかしら、光る石みたいな形なんだけど。光る石、それもしかしてこれのこと。それよ。どうしてその石を。お嬢様の日記を読ませていただいて、それを頼りに探してきたんです。それを使えばパースニップとコンタクトを取れるかもしれないわ。はあ、そいつは味方なんですか。わからない。でもパースニップと出会ってから立って続けに不幸が起きたの。はじめは偶然だと思っていたけど、パースニップに言われた通りするたびにどんどん状況悪くなっていったわ。でも喋れたってネズミでしょ。大したことないんじゃないかしら。パースニップはただのネズミじゃないの。人間以上の知能を持っているわ。だからもしもコンタクトを取るときは油断してはダメよ。そんなこと言ってもネズミならとっくに死んじゃってるかもしれないわよ。あなたが死んだのが1933年ならもうすでに50年も経ってるのよ。すっげえ長生きのネズミがグリーンマイルにいますけどね。まあ、詳しくはグリーンマイル見てください。つまり今も生きてれば飛んだ化けネズミってことか。そういうことよ。とにかく会うなら気をつけて。わかりました。それとパースニップは暗闇を好んでいたわ。気をつけてね。まあ、一回出ようか。一回セーブがしたいんだよな、ここまで来てな。あ、光ってるよ。光ってるお。石が光ってるけど、クレメンタインの話してたネズミからかもしれない。でもどうやって応答すればいいの。普通に出れば。ルーシー、クレメンタインに会ったんだね。向こうから話しかけてきたぞ。私のこと知ってるみたいだわ。彼女は誤解をしている。2階の東階段に来てほしい。ちょっと、あなたネズミのパースニップなの。光らなくなった。通信は途絶えたみたいだな。2階の東階段、屋敷の反対側ね。行くべきなのかしら。クレメンタインの話だと会うにはちょっと危険な相手みたいだな。さらに向こうから呼び出してくるなんて何かあるかもしれないな。でもそのネズミが全ての元凶である可能性も高くなるわ。そうだな、過去のクレメンタインに近づき、今もなお50年以上屋敷で生きている。そして今回向こうからコンタクトを取ってきた怪しさは相当だ。ポーカーならロイヤルストレートフラッシュだな。なんで一番、どういう意味だ一番高い役だな。行くしかないみたいね。あ、モンチーくん。ふがモンチーくん、まだいたのか。ふがモンチーくんも仲間になり、いったの。じゃあセーブしとこうか。セーブしてね。はい、といったところで今回はね、もうたっぷり30分近くやりましたので一旦終わりたいと思います。さあ、すごい一気にストーリーが動き出すぞ。もしかしたら最終回も近いのかわからんけど、なまら楽しい。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティテスタクハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。